こんにちは、ソッカー塾の久保ですえ今回はですね、西淡倉村という,う山根さんのね、住んでいる村についてお話ししようかと思うんですけども、なんとですね、激減するガソリンスタンド、地方の暮らし崩壊危機ということで、この西淡倉村の名前が上がってきたんですよ。記事をちょっと読んでみますね。人口減などによる影響で全国のガソリンスタンドが減り続けている。うん。私の家の近所でも減りましたからね。 で、岡山県の過疎の村、西アーカラ村、これ人口1500人だそうです。で、こっちではね、あの村唯一のガソリンスタンドが、経営難から民間の事業者が撤退し、え村の出資する第三セクターが事業を、まあ、継承。四4月で3年目を迎えるということでございます。依然厳しい状況は続いています。コロナ禍や政府による SDGs、脱炭素の推進は、全国のガソリンスタンド減少に拍車をかける。関係者は、 ガソリンスタンドは村の生活に欠かせないライフライン。状況は苦しいができる限り続けたいと話しているということですよね。もしかしたら、このガソリンスタンドは利用者に、例えば月間1000円の負担を求めるみたいな感じでね、存続をそれでもするべきなのかどうなのかってことが問われる時が来るかもしれないですね。とてもじゃないけども、正規のガソリン代だけでは多分、経営が成り立たないと思うんですよ。だって人口1500人で、で、結構少子高齢化でね、 車をレジャーで乗る方ってのは少ないわけですよ。そうなるとガソリンスタンドがひっきりなしに儲かってってわけじゃないと思いますし、従業員さんの、例えば給料、待遇も、そんなにね、まあもし良くないとしたら、勤める人も減ると思うんですよ。うん、そうなってくると、この西アクロソンだけではなくてね、日本全国の同じような状況にある、そういった山間部や過疎のガソリンスタンドってのは、ゼロになったらそれこそ、 今度はね村から離れる人っていうのが出てくるんですよねだって何もできない農業もできない物流もできないねそういうことになっちゃうと車手放そうかっていうことになっちゃいますよねで記事の続きなんですけどもガソリンスタンド消滅を回避ということで岡山県北東部鳥取兵庫の両県と接する西アクラソンは村の総面積5793ヘクタールの95%を森林が占めていると これ私もね何度か伺ったんですけども本当森が豊かなところですよ昭和20年代に約3000人を超えた人口は減少続け現在は約1400人となっているということですよねうーん村唯一のガソリンスタンドは村の中心部を南北に縦断する国道373号沿いにあるあー令和2年3月末に地元 JA が 経営から撤退、うん、JA でも経営ができなくなってきてるんですよね。村唯一のガソリンスタンドを消滅させはならないと。村が出資する第三セクター。まあ出資してるけどもこれ回収は難しいでしょうね。か倉グリーンリゾートが事業を継承し、同年4月に泡倉サービスステーションをオープンさせたと、うん。ガソリンスタンドの消滅の事態を回避できたが経営は順調ではないと。うん。同サービス,ステーションの、うん、傘や 竹和所長は一日平均100件ぐらいの利用があれば採算が取れるが現在の利用は70件弱コロナ禍でのオープンだったこともあり村民以外の利用はほとんどない状態が続いている、まあ、つまり毎月毎月来店客数と売り上げは似たようなもんだっていうことで悪い見通しが立っちゃってるんですよね人の動きが増え交通量が増えれば村民以外の利用も増えてくれるのではとコロナ禍の収束に期待すると私もね 伺った際はで、ピークの半数以下らしいですよ。その他にもちょっとね、記事を読んでいただきたいんですけども、私は常々思いますけども、西アクラ倉村っていうのは、日本の10年後を先取りして、私たちに見せてくれてるんじゃないかなと思うんですよ。西アクラ倉村で起きていることは、10年後、日本全国で各地で起き始めると思うんですよね。まあ、ですんでね、これからもうこの村をずっと見ていこうかなと。 持っているところでございます。まあ、今日はそんなところなんですけどもね。はい、以上、ありがとうございました。山根さん、元気してますか。